今回は COB ライト。まあ商品紹介や検証でね、結構持ってるんだけど、Amazon、ダイソー、キャンドゥ、ムサシとごっちゃ混ぜ。今回はダイソーで買ったクリアケースに入れて、ね、海で収入灯になるかの実験です。念のためにジップロックに入れてからケースに入れます。で、こんな感じでね、2個入れてやってみます。暗いと2個でもそれなりに明るいので、小魚は来るんじゃないかなと思います。でも時間とともにライトの明かりがね、暗くなってくるから、さらにもう1個。そして暗くなってきた方の電池を交換します。これで絶えず明かりがある感じだね。さあ、海にやってきました。これで魚が寄ってくるのか。明かりは1回押しの普通の光ですね。おお、早速何か寄ってきましたよ。えらい細長いですね。しかもゴツンゴツンとクリアケースにアタックしてきます。サヨリかな。ちなみに波があると何かあったら大変なんで、波がほぼなく、高さも120、30センチぐらいで、タモ網などで回収が簡単な場所でやっています。というわけでダイソーの145センチの魚取り網ですくってみます。あら、簡単に取れましたよ。あ、ギラギラしてます。あ、タチウオの子供ですね。この辺ではあまり見ない魚ですね。やはり昔と魚種が変わってきていますね。そっと海に返します。で、アジもかなり寄ってきてますが、網を入れると散って消えてしまいます。今度はジグサビキを入れてみます。なんか釣れるんじゃないですかね。明かりもね、時間経ったんで、もう一つクリアケースを出しました。あ、なんか釣れました。サバでもイワシでもない。あ、ちょっとわかんない。今度はフグ。夜でも来るんだね。今度は小アジが釣れました。で、初め釣ったよくわからない魚がまた釣れました。COB ライトの明かりでも魚が寄ってくるようですね。古い方のクリアケースの COB ライトを交換します。さらに明るくなりました。その後も小魚は結構釣れました。収魚灯にはなっているようです。カメラを近づけてみます。アジが多いですね。中に入れてみます。やっぱり結構濁ってますね。お、フグですね。今度は中に入れている COB ライトを2個じゃなく3個でいきます。しかもスイッチ長押しの一番強い光です。で、同じ海にやってきました。まあ2週間前とほぼ同じ状況ですね。クリアケース1個でもかなり明るいですね。で、ちょっとしたらもう一つクリアケースを足してみます。海の中を覗いてみます。早速やたらと小さい魚が来ましたね。あとはアジかな。アジの姿も見えます。で、このままね、ジグサビキをやってみます。この光にプランクトンが集まって、それを捕食しに小魚が集まってくるんですね。おっと、何かがかかりました。クロソイみたいですね。メタルジグにかかったようです。結構下で釣れたので、光が届くか届かないかのあたりでしたね。いやー、ダイソーのメタルジグいい仕事しますね。こうして見るとメタルジグと小魚の見分けがつかない時があります。お、ここでアジがヒットしました。お、思ったより大きくていいサイズ。COBライトでの収入効果は普通にあるようですね。
明かりによってきたプランクトンを小魚が食べているように見えます。で、この小魚を捕食しに、なんか大きいものが映るんじゃないかと期待していましたが、今回はね、それはありませんでした。現実はね、甘くないっすね。でも面白かったんで良しとします。もしね、こんな感じで真似をしようとするのであれば、くれぐれも波がある外海じゃなくって、中の方で、波のない中の方で、周りの釣り客に迷惑にならないようにちゃんと距離を置いて、そしてあっと思った時にはタモなので、まあ、簡単にね、回収ができるような体勢で臨んでくださいね。で、あとはわざわざ海面に置かなくても、普通に海面を照らすだけでやってきますので、そっちの方が楽かなと思います。今回はクリアケースに COB ライトを入れて浮かべたら収魚灯になるかでした。ではまた。